ママのアンテナ。さあ今日は親子で楽しくいくいく広場、福山理情幼稚園園長の金田理恵さんにお越しいただいています。金田先生おはようございます。おはようございます。さあ、金田先生おはようございます。先生ちょっと今日今ちょっと挨拶がすいません入らなかったんですけれども、はい、おはようございます。はい、おはようございます。いつもの金田先生のお声っていつもね可愛い本当に美しいお声なんですが、今日はねちょっとお忙しいですもんね。聞き苦しい声でごめんなさい。随分回復したんですが、なんか最近多いみたいですね。喉がやられるっていう。そうですね。熱も痛みも何もないんですが、すいません今日はこれでお付き合いください。今日は代わってハスキーボイスを楽しみながら皆さん聞いていただければなと思います。さあ先生ちょっと、うん、私の悩みでもあるし、いろんなお子さんがを育てているお母さんにとって大きな悩み、挨拶なんですけれども、うん、子どもたちが進んで自分たちで挨拶ができるようにするにはどうしたらいいんだろうっていう悩みをよく聞くんですけれども、私の場合おはようって言いなさいって言っちゃうんですよね、はい、先生これはいかがなんでしょうか、うん、実際効果がありますか。ないですないですねきっとね。はい、はい、私自身も挨拶できない子だったんです。はい、同じように親から言おうと思った瞬間に、はい、ほら挨拶はほら挨拶はともうそれが嫌で嫌で、だから挨拶は必要だし素敵なことだって分かってるんですけど嫌なんですね。やっぱり勉強しなさいとかやろうと思ってたところを言われたりとかするのと同じなんですかね。そういう感覚もありますし、幼児期にやはりもう挨拶って気持ちいいもんなんだよって、はい、相手にも気持ちよさを与えるし自分も気持ちいいもんなんだよっていう感覚を早くに身につける、そのためには本人は言わなくていいと思うんですね、はい、周りのお父さんやお母さん、はい、周りの大人が気持ちよく挨拶を交わす、はい、ここは大事かなって思います。やっぱり周囲の大人たちができていないと見て聞いて覚えるということですかね、うん、そうなんですね。子供って大人の真似をやっぱりしてますので、やっぱり子供にルールを守りなさいと言っても、うん、親がそこをちょっと守れていなかったりとか、はい、見本を見せてあげるっていうことは大事だと思います。お家の中だとお父さんとお母さんが挨拶をおはようって交わしているか、はい、あと子供さんにも何々ちゃんおはようってお名前を呼んで、はい、挨拶が交わせているか、幼稚園の中だとおはようっていう言葉たくさん出るんですけど、子供たちに名前を呼ばれると嬉しいよねって、お友達同士も私だとリエちゃんなので、はい、リエちゃんおはようとか、はい、何々ちゃんおはようって言われると、はい、嬉しいです。そうですね、はい、そうですね。私もあ名前覚えてくれてるんだっていうところに喜びを感じたりする時もあるので、名前を言ってから挨拶するのって大切ですね。そうですね、挨拶本当に何々ちゃんありがとうとか、はい、ちょっとそこつけるだけでも気持ちよさが違うなって。いや、そういう簡単なことでもそういえばそうだなっていう気づきがすごくありますね。そうですね、もう日常だといただきますとか、はい、ごちそうさまとか、はい、こういうのも大事だと思うんですけど、まあ、例えば意外に言わない親御さんもいらっしゃるんですよね。いただきますですか。はい、そうですね、ごちそうさまとか特にそうかな。そうかもしれないですね、うん、幼稚園とかではみんなで揃ってお母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんいただきますみたいな、ありがとうって言ってかんちゃんの気持ちを込めてこういただきますを、うん、子どもたちは教えていただいてるのにもかかわらず家ではもう早く食べなさいって言ってそう今言おうと思いました。その通りです
はいはい、あとお父さんが新聞読みながら、はい、携帯確認しながら、はいはい、子供は見てますからね、はい、家族でちゃんとごちそうさま、美味しかったねとか、今日はこれ残っちゃったね、でもいいよとか、何か会話が交わせてるかなって、はい、挨拶ってそういう時に気持ちよく感じれるんだよっていうことが、あのしなさいではなくて体感として心地よく感じていくとできると思いますね、はい、そうですね。その当たり前のことが子供に要求するのにもかかわらず親ができていない、子供にとって体に染み込ませていくルールってたくさんあるので、はい、曖昧さが一番良くなくて、はい、あ、大人が見本になる、はい、そうですね。私たち大人がそうやって見せていかないといけないと改めて思いました。どうしても母親ってご飯を作っている間にもう出してしまって、まあ、早く食べてなさいって言って一緒にいただきますの機会を逃してしまうことが多いんですよね。そうなんですね、はい、すごくもったいないなと思って、いただきますは一緒にしてほしいなって思いますね、はい、本当にちょっと時間に少しでも時間の余裕を持っていただきますの、その数秒を大切にでも、ね、していただいた方がいいのかなと思いながら聞いてるんですけれども、そうですね、はい、本当にこれからいろんな小学校中学校思春期に入った時に、はい、この身についたルールって絶対に崩れないんですね。前回もお話ししたと思うんですが、靴を揃える、はい、箸の持ち方、はい、挨拶、はい、ここは崩しようがないんですね。ですね、靴を揃える子はどんなに忙しくてもちゃんと靴を揃えてパパパパって走っていったりとかしてます ね。若干ね、足の形が開いていても後ろ向きに脱ぐっていうことは絶対しないですね、これが。あ、やっぱり靴っていうのは子どもたちにとっては普通に前を向いてで座ってゆっくりと揃えるというのをご指導いただいているという感じですか。そうですね、トイレのスリッパとかがてきめん分かりやすいですね、はい、反対向いていると焦ってトイレに子供は行くんですけど、あ、履きづらい、もたもたしていると漏れちゃうということはっていうところの体験から、はい、そうですね、はい、ギリギリまで我慢してしまいますもんね、うん、子供って。そうですね、次の人のことを考えるという気持ちにも、うん、そうなんです。いつも揃ってるのはじゃあなぜっていうところにちょっと気づかせてあげるといいですね。挨拶もそうですね、はい、自分がおはようって言ったのに知らん顔された時に寂しい思いをした時、はい、そこをすかさず今どんな気持ちって、声かけ一つ一つのタイミングってすごく大切ですね。そうですね、私子供たちによく言う好きな本があって、みんなのためのルールブック、はい、これロン・クラークさんっていう方なんですけど、はい、ここにもやっぱり挨拶の大切さが書いてあります。はい、この本、うん、子供たちと一緒に読んでもいいように中の絵がすごく可愛いですね。で、読みやすい。なんか小学生だったら普通に自分で読めるように振り仮名が振ってあったりだとか。そうですね、50まであるんですが、はい、その21番目にあります、はい、なぜ挨拶が必要か、はい、学校にいる全員がみんなのことをしていればその分自分が居心地よくなります。助けた困った時に助けてくれる人がそれだけ多くなりますっていう、まあどうしてかっていうことも書いてあるので、はい、素敵な本だなって私は思ってます。そうですね、うん、やっぱり親御さんたちも何々しなさい、これは普通のことよって言っても子どもたちはなんでそれが普通なのかっていうのが分からなかったり、これをしないといけない理由をしっかりそこで書いてあると親も説明しやすいですね。そうなんです、ぜひぜひ。
いいですね。おすすめの一冊です。もう一度先生、もしよろしければ、今あの動画ラジオが流れてるんですけれども、ずいぶん前に出ている本でご存知の方も多いと思います。みんなのためのルールブックというのがロン・クラークさんの、そうですね、はい、出ていますので、ぜひね、またあのインターネットとかでも検索していただけると、ね、はい、出てくるかと思います。はい、ぜひ参考にしてみてください。先生、今日は挨拶についていろいろ教えていただきました。ありがとうございました。すいません、お聞き苦しい点がありましたが、ありがとうございます。ありがとうございました。親子で楽しくいくいく広場、福山理情幼稚園の園長金田理恵さんに今日はお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。